まずはスタートで前に出て、そして逃げを打ちたいというところもあったと思うんですが、結果的にトップと2位との差、10周枠段階で1分10秒の差というレースが、そして、後ろの選手がSUPER FJ でクラス優勝という